健康に影響されない、初心者でも楽しめるインドアゴルフ。今回トチカツ TV はゲストを招いてゴルフを初体験。グリップの握り方から丁寧にレッスンしてとっても楽しい。上達率 93% を誇る弾道測定器を使った専属コーチによるマンツーマンレッスン。本格的なラウンド体験ができるバーチャルゴルフも挑戦。本編最後に素敵な特典もあるのでお見逃しなく。それではスタート。トチカツ TV は陽子不動産がお送りします。こんにちは、トチカツ TV のカコです。今回はインドアゴルフ、屋内練習場で天候を気にせずスコアアップということで、インドアゴルフパークトリコさんにやってきました。カコトリコさんは森山スマートインターチェンジより車で5分、ゆとりートライン上志田未停留所から徒歩1分というとても通いやすい場所にある練習場なんです。初心者 OK のレッスンもあるということで今日はやってきました。そして今日はゲストもお呼びしています。鈴木さん。はーい、陽子不動産賃貸課の鈴木です。今日はカコさんと大好きなゴルフを楽しもうと思いやってきました。鈴木さんは陽子不動産ゴルフ部のリーダーということで今日は初心者の私にご指導をよろしくお願いします。ゴルフが大好きだという方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではレッツゴー陽子不動産。こんにちは。こんにちは。お願いします。施設に一歩足を踏み入れると木の香りがする癒しの空間。インドアゴルフパークトリコさんは株式会社クラさんが運営しています。階段を上がった一角では施工風景も見ることができて、一級建築士事務所ならではのこだわりを随所に感じることができます。インドアゴルフパークトリコさんは2階建てで、1階の練習打席は全6打席、入会金予約なしで30分からご利用することができ、すべての打席には弾道測定器スカイトラックが設置されています。スイング動画を確認しながらフォーム改善やゴルフスコアを本気で伸ばしたい方はトリコ専属コーチによるプライベートレッスンがおすすめ。驚異の上達率はなんと 93%。 プライベートレッスン料金も25分税込み1650円からとお安く、トリコ専属コーチも複数名いるので自分に合うお時間に合わせて通うのもいいと思います。通い放題も様々で、平日夕刻限定であれば月に税込み4950円から利用もできて、平日に週1回以上でゴルフ練習をしたい方にはおすすめ。その他にもレディース会員様限定のレッスンもあったり、ぜひ気になる方はチェックしてほしいです。お仕事終わりにぶらりと通いやすいように各用具無料レンタルも行っているので、初心者さんでも安心。ゴルフに興味がある方はグループレッスンから始めることもできますので、ご自分に合ったレッスンのスタイルを見つけてほしいなと感じました。今回はゴルフ初心者が打てるようになるかということで、トリコ専属の近藤コーチに教わっていきたいと思います。まずクラブの握り方から、はい、小指の第二関節から、はい、人差し指の、ね、第一関節から第二関節にかけてそのまま握る感じです、はいはい、あの傘を閉じる感じの持ち方をしてもらって、はい、そのままスーッと下げてもらって、はい、あとは小指をの上の人差し指の上に乗っけるか絡めるかって、はいはい、してもらうと、はい、大体そういう感じで大体グリップの握り方も一から丁寧に教えてくれて初心者でも安心。基本ゴルフっていうのは、はい、振り子の運動をもとにゴルフスイングをすると安定して振れるようになるので、はい、この動きっていうのはクラブヘッドを動かしてるんじゃなくて、はい、グリップを動かしてるんでクラブが動いてくれてる。クラブをこう先をこう動かそうとする動きをするのは良くない動きなので、あくまでゴルフは振り子の動きを基準としてお願いします、はい、やる感じです、はいはいはい、これは今そうそうそうこういうあ、オッケーオッケーです。これ今振り子の感じありますね。はい、振り子の感じです。そうです。はい。あとクラブ勝手にこう打つと勝手にクラブ前に行ってくれるんですね。あ、はい。本当だ。そうです。振り子の感覚を忘れずに、たまに当てようという意識をせずともたまに当たるのでとっても気持ちいいなと感じました。続いて実際に自分で球を打ってみることに。再度グリップの握り方を再確認し、基礎の構えを丁寧に教えてもらいました。まあ、こんな感じです、はいはい、あとは基本的な握りです、はい、別にあのこだわりではないんですけど、はい、もう初めてなんで、はい、頭がいっぱいです。さっきの振り子の感じ
を引っ張ってはいるんですけど、ここから先端を動かそうとするんで、クラブがこっち側から来てるんです。こう引っ張り続けると、クラブが体の内側からこっち側から来てるんです。だからこれまでちょっと合わせにいってる、ボールを打ちに行こうとしてる。そうなんですね。はい。弾道測定器で確認しながら指導をしてもらうことで、改善点も理解しやすく、最後に打ってみるとまっすぐに飛び、近藤コーチには感謝です。ありがとうございました。今日はレッスンしていただく小川さんです。お願いします。お願いします。ゴルフスクールアボックスの小川と申します。よろしくお願いします。ゴルフ経験者の鈴木さんに一打打ってもらうことにしました。弾道測定器を見てもらうと、うまいですね。何言いましょうか。これでドライバー良くないとどんな感じなんですかね。振り遅れます。ああ、はいはいはい。ちょっとその系はなんとなくあるかもしれない、はい、確かに。ちょっとこっちにこうやってちょっと詰まり系になるはなるんで、はい、確かにクラブが長くなってくるとちょっと振り遅れるかなとは思います、はいはい、基本的にはもう素晴らしいですね。経験者ならではの癖を見抜きつつ、丁寧な指導でスコアアップができる理由が詰まっていると感じました。あ、これいい喧嘩じゃない。ボールが飛びました。ボールが左側。あ、いいですね。鈴木さんも大満足のレッスンでお疲れ様でした。続いて階段を上がると、本格的プログリーン人工芝が敷かれたパターンレーンがあり、その特徴を伺いました。この3レーンが、パターの練習レーンなんですけども、はい、1レーンずつちょっと速さが変わってるレーンになりまして、はい、で自分 の好きな速さのところで練習してもらいます、はい、ここに映像として映ってるそのストラックアウトっていうやつが、はい、ゲームをしながらパターの練習ができるっていう、うちオリジナル の、はい、練習ゲームなんですけども、はい、パターでボールを打ってもらいます、はい、このマスの中に収まると消えていきます。なるほど。3分間で全部このマスのを消すように、はい、いいところにこう止めていくっていうパターの練習のゲームになります、はい、止まんないと。とりあえずやります。で、あ、入ってきた。やった。オッケーオッケーオッケー。そう。1個でもね、消えれば楽しくなってくるんで、はい。軽く打ってるつもりが、球はコロコロと転がり、何度も挑戦してみると、という感じで、これが3分経つともう終わりです、はい、ってなる。面白い。いや、12球で全部止めれると一番。はいはい、いいですねみたいな。経験者の鈴木さんにも挑戦してもらいましたが、なかなか難しく、どんな方でも楽しめるストラックアウトもぜひ挑戦してほしいなと感じました。続いてアプローチレーンでは、グリーン周りでのアプローチショットの練習ができます。あえて順目と坂目の芝にすることで、芝目の違いを体感したり、アプローチショットでストラックアウトを挑戦して精度を磨いたり、私もアプローチショットの練習をしましたが、とっても難しく、ネットに球が入った時はとっても嬉しかったです。入った。やりました。なかなか入らんと奇跡が。さらに傾斜台もあるので、さまざまな練習がスコアアップに期待できるのも魅力に感じました。インドアゴルフパークトリコさんの最大の魅力は、こちらの広々としたシミュレーションルーム。最大4名まで利用可能な、天候を気にせず楽しめる本格的なラウンド体験ができるバーチャルゴルフが魅力。アルコール、ソフトドリンクや軽食の提供もあるので、どんな方でも楽しめます。今ボールがなくなるとここバツってなるので、はい、ボールを置いたらこう反応してると丸って出ます、はい、見てる方向が三角の方を向いてるので、これを方向を変えたりもできます。自分でいい方向に向いて打つのはまっすぐ打つんですけども、向いてる方向を変えていくことができるので、はい、そうやって打っていきます、はい、ドライバー、これドライバーです。
丈夫。とりあえずひよこ入れきます。あーちょっとすごいすっぽ抜けた。おお。続いてはドライバー初挑戦の過去が打ってみることに。アドバイスはありますか。アドバイスは思い切って、うん、思い切って、ね、思い切ってここまで上げて、お前には行った。前には行ったお、行った。ちょっとずつ進んだ。まだ私ってことかな。そうですね。こうなるんだね。あのソゴルフは遠い人から先にそうなんだ打っていくっていうルールがあって。あ、すごい動きましたね、うん、あの場所に合わせてってこと？これ斜面に合わせて動いてる、うん、そう動いたの。すごい入ってくだね。お、うまい。本当飛んだ諦めずに打っていると楽しくってゴルフが好きになりました。いい経験ができて嬉しかったです。ラウンド回ってね、はい、疲れたので、はい、ちょっとあの休憩でねこちらのトリコさんで酵素ドリンクと熱々ポテトが食べられるのでちょっと注文してみました。私はパインキウイのドリンクを。私はイチゴレモンです。キウイのプチプチしてて美味しいのとちょっとお酢っぽいちょっと酸っぱい感じ、炭酸で割ってあるのでどんどんこの疲れた時にちょうどいい感じです、美味しい。いただきます。イチゴレモン。私も果肉が入ってますね。ね、すごいいっぱい入ってる。うん、うん、言ってる意味が分かりました。なんかお酢っぽい、うん、お酢っぽい。なんか爽やかでスポーツあたりいい感じですね。美味しい。美味しい。オリジナルポテトチップスはあごだしを振りかけたトリコさんこだわりのチップス。グローブをしながらでも安心。可愛いトングを人数分用意してくれるので、こういう配慮もあるのは嬉しいと感じました。ぜひ楽しいゴルフの時間にしてほしいと感じました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あのちょっと初めてのゴルフだったので緊張したんですけど、すごく楽しく受けることができました。ありがとうございます。私のような初心者でもあのこちらに通うのは大丈夫でしょうか。初心者の方の方がむしろインドア向いてるかなと私は思ってます。ちょっとレッスンを受ければ自分のあのスイングをちゃんと確認ができるっていうのが外とは違って早く上達するんじゃないかなと思います。ではレッスンについてどのようなレッスンがあるか教えていただいてよろしいですか。グループレッスンとプライベートのレッスンと2つあの分かれてまして、曜日もそれぞれ違いますので、グループの方が良ければ体験レッスンとかをしていただいて、まあ、コーチも違いますのでいろんなコーチで試していただくとあのよりいいコーチが探せるかなと思います。では最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。インドアのゴルフ練習場はとてもあの敷居が高いと思われてるんですけれども、やったことない人でもハードル低くレッスンもあの充実してますので、ぜひ一度あのお越しください。本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。インドアゴルフパークトリコさんから素敵な特典をいただきました。施設利用料金から500円引きのクーポンをいただきました。ぜひ皆さんも利用してほしいです。トチカス TV の公式 LINE を友達登録してキーワードを打ち込めばクーポンが届きます。キーワードはということで、今回はインドアゴルフパークトリコさんにお邪魔してきました。いや最新の機械がたくさんあってとっても楽しかったです。初めてのゴルフだったんですけど、ちょっとこれを機にレッスンにも通ってコースにもいつか行ってみたいなって思いました。鈴木さんは今日どうでしたか。ゲーム感覚でやれる練習だとかたくさんあったのでとっても楽しかったです。インドアゴルフパークトリコさんのレッスンがいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。TV は共に盛り上げてくれるスタッフを募集しております。
そして、ドシカス TV に取材してほしいというお店も募集中です。詳細は概要欄をご確認ください。